はい、おはようございます。ただいま、これはなんだ、大井川かな。大井川、多分大井川を渡っております。本日は岐阜県の方にちょっとね、旅に出てみようかと思って西に向かって走っております。ただですね、大問題が発生しておりまして、なんとですね、頼りにしていたナビ用 iPhone がどうやら壊れてしまったようで、まだね、朝家を出発してから1時間ぐらいなんだけど、早くもナビが動いていないという状態になっております。なんなら今回の旅はですね、9月に初めて北海道に一人で行ってね、ちょっと度胸がついてというか、調子に乗ってというか、今度はね、また一人で走ったことのないところに行ってみようということで、で今日はね、岐阜の方に紅葉をちょっと見に行こうかなと思っております。本日目指しているのは郡上八幡。結構ね、郡上八幡までまた300キロ弱ぐらいあるんだけど、郡上八幡まで行って、本日は郡上八幡で宿泊という予定なんだけど、ナビがね、ナビ用の iPhone が、まあ、どうもね、位置情報が全然なんかもう認識しなくなってて、そもそも、まあ、位置情報を認識しないということはイコール、まあ、ナビはもう全然使えないということなので、とりあえずね、ポケットの中に入れてある携帯、メインのスマホの方で、まあ、一応音声ナビを起動して、その音声だけ聞いて今走ってる状態になります。まあ、今朝ね、ナビがね全然起動しないから、ちょっとやばいなと思ってやめようかなって思ったんだけど、まあ、こういう時に限ってね、いつもやらない、あらかじめ宿を取ってしまっているという。一応ね、全国旅行支援の、クーポンをね利用して、2泊とも、今日が郡上八幡で、明日がね、飛騨高山に、ね、泊まるんだけど、どっちもね、旅行支援のクーポン使って安く宿が取れたので、ちょっと早めにね、珍しく、いつもだいたい高知に帰って、カブで帰ったりとかね、この間の北海道旅もそうなんだけど、いつもだいたい当日にね宿探すんだけど、今回はちょっとその旅行支援クーポンのこともあるし、なんかね、当日慌てて取ってね、損しても嫌なので、 あらかじめ宿を昨日取りました。まあ、それでも昨日なんだけどね、早めに取ったと言っても、ちょっと北海道ではね、2週間11日間かな、ナビがね調子よく動いてたんだけどな。それからね、結局、北海道から帰ってきて、なんかしばらくこう燃え尽き症候群というか、抜け殻のようになっていて、でね、しばらく本当に2週間3週間ぐらいは全然もうバイクに乗る気がしなくって、でね、バイク全然乗ってなかったんだよね。だからもうこのナビの、iPhone もなんならね、ずっと電源切れっぱなしでほったらかしにしてあって、でね、ちょっと前に久しぶりに電源入れてみたら、なんか SIM を認識しなくなっちゃってて、で SIM をね、抜き差ししたりとかね、携帯をね、再起動したりとかね、いろいろ試してみて、昨日パパにもね、いろいろ見てもらったんだけど、やっぱりもうなんか携帯自体がちょっと SIM スロットの問題なのか、何かちょっと携帯自体がもうダメみたいで、と分かっていながら一応持ってきたんだけど、やっぱりダメだったっていうね。まあ、迷子になってもね、日本だしね、なんとかなる。7時18分、1時間ちょっとだったかな、お家出てきて。まあ、ちょうど本当あれかな、通勤ラッシュの時間帯かな。このバイパスをね、なんとかね、通勤ラッシュの前に走り抜けたかったんだけど、
まあね、出発してすぐにね、ちょっとナビがやっぱり使えなくなって、コンビニでね、ちょっと止まって、しばし iPhone をいじるというタイムロスをしてしまったのでね、朝の時間帯って5分10分違うだけで結構ね、渋滞の道路状況とかも違うし、毎朝こんな渋滞の中頑張ってみんな会社に行くんだね。さあ果たして私は今日郡上八幡にたどり着けるのだろうか、マジで。もうナビがあれば日本中どこでも行けちゃうなんて思ってたけど、もうそのナビさんがね、本日不在となりますので、まあ不在じゃないんだけど、一応ね声だけで助けてくれるとは思うんだけど、もうこの渋滞取っとくのもったいないな、止めようかな。はい、ようやく通勤ラッシュの渋滞を抜けて森町までやってまいりました。やっと気持ちいい道出た。まだ朝8時なのでね、通勤通学時間帯だけどだいぶ流れるようになった。しばらくね渋滞にはまっておりました。だいたいお家を出発してちょうど2時間くらいで遠州森町まで来ております。なんか山の方入ってきたら寒い寒い。今日ね結構このジャケットの下にフリースも着てるんだけどね、寒い。ちょっとねナビさんの声をでかくしたいな。風が強いと聞こえないんだよね。掛川天竜線、あーかわいい天浜線、なんだあのラッピング、かわいいな。まだ 岩田なのか。土日はどうしてもねやっぱりツーリングスポットが混むから、まあねライダーだけじゃなくてね、車のドライブの人とかね、結構そういうツーリングスポットとかツーリングロードとかがね、天気がいい週末なんかはねどうしてもすごい混み合うから、まあ私の場合は平日に自由に動けるからね、できるだけ平日に走りたいなと思ってるんだけど、まあ平日だとね朝早く出ると朝通勤ラッシュに巻き込まれるっていうのはあるよね。まあ、土日だったらね朝早く出たらすごい道も空いてて気持ちいいんだけどね。まだね音声ナビだけで十分行けるんだけど、たまにしか信号出てこないし、街中とかに入った時だよね問題は。頻繁に曲がるような場所だとね、あと信号に名前がないところとか結構地図でちゃんと確認しないと難しい。あ、だいぶちょっと日が当たってるとあったかい。山の中の日陰入ると結構寒いね、もう。まあもうすぐ11月だもんね。まあ、これ以上本当に後になっちゃうと、やっぱ奥飛騨の方とかね、ちょっと寒くて行けなくなっちゃうかなと思って、まあ道もね、走れなくなっちゃうかもしれないし、ということでね、10月末のこの時期を狙ってきたんだけど、紅葉がね、どうかね、なんか、どこだったっけ、郡上八幡だったかな、なんか紅葉まだ7分ですみたいな、11月の頭ぐらいが見頃ですみたいな感じで、昨日書いてあるところあって、まあでもね、あんまり本当に寒くなっちゃうとね、まあ7分でもいっかみたいな感じで見に来てるんだけど、浜松市入る、やっと浜松市だ。通過2時間走ってもまだ静岡県。あ、天竜二俣駅ね。あ、ちょっと待った、ここで寄ろう。はい、天竜二俣駅の近くのねセブンイレブンでちょっと休憩しました。ちょっとねナビのお姉さんの音量をちょっと大きめにしたらね、でかすぎてびっくりする。そしてこんな風に 9.4 キロ首から下げて信号の時に確認することにしました。
どうしてもねここにマウントしちゃうとカメラが壊れちゃうから、まあ、首に下げててもねどうなんだろうなって感じするんだけど、まあハンドル自体にマウント自体にね細かい振動がずっと伝わってるよりはいいかなと思って、まあ今日もねまた200キロ以上割と300キロ近く走るので1回はどっかでガソリンを入れないと。左方向のカーブがあります。でかいねお姉さんの声びっくりするやん。もうちょいちっちゃくしてもいいかな。これは何なんだろう、これ湖なの、これ何なのかな。あ、月3キロ、月ってここなんだ。あの看板よく見るよね、月まで3キロ。どこなのかなって思ってたんだよね。こっちの西の方だっていうのは知ってたんだけど、月の看板ってここだったんだね。わあ、でもいいとこだ、すごい。わあ、これいいじゃないの、すごい。天気もいいし寒いな、でも今国道152号線浜松市を走っております。お家を出てからもうすぐ3時間になるけどまだ静岡県なんだ。わあ、いいじゃんここ、すごい。なかなかのロケーションである。おお、あったあったあった。これ何、でもこれ川なの湖なの、これなんだろう。あ、道の駅もうすぐあるのかな、わからんぞ。あ、これか。寄ってみよう。新しいルートで案内します。違うの左方向です。違うの寄っただけなのじゃ。よいしょっと、道の駅花桃の里、まだ営業時間前だった。そんなんばっかりや。だけどスタンプは押せました。というわけで岐阜に向かって頑張って走っていきます。いやー、快適じゃんこれ。もう一気に快適な道に来た。やったー、天気もいい。これよこれですよ、こういうやつ。あ、でもそうだ、ガソリン入れなきゃいけないんだった。ガソリンスタンド、いや大丈夫、ガソリンスタンドね調べた、この先にあるはず。わあ、これ何のかは、あ、あれか、斜め右方向。佐久間、時間帯通行、え時間帯通行止め、大丈夫。佐久間に向かって行くんだけど私。でも1時とか書いてあったな、まだ全然大丈夫かな。五平餅、やばい、五平餅なんて魅力的な言葉。わあ、すごい、いいねこれ。うわ、だいぶ快適だ、かなり快適になってきたけど、まあマジでね岐阜は初めて走るからね、どんな道なのか全然わからない。多分ね初めての株旅の時にパパと高知までね、免許取って2ヶ月で高知まで帰った時に、まあ行きにもしかして岐阜も通ってるのかもしれないけど、まあそれ以外なかなかね岐阜って自分の株とかで来る機会なかったから、まあそれでね今回ちょっと一人で来てみようかなって思ったんだけど、まあ、郡上八幡だったりとか飛騨、ね、奥飛騨とか飛騨高山とかね、もう風情のある歴史のある町並みだったり宿場町みたいなのがね、いろいろ岐阜とか長野の県境あたりって、まあ、すごくこう私の好きな感じの街並みだったりとかがあちこちにあって、まあ、そういうのをねゆっくり巡る旅をしようかなって思って、それでね3泊くらいで余裕を持って、うわ何、猿だ、猿飛び出し注意、余裕を持って今回行こうかと思ってるんだけど、辰山っていうのかな、うわなんかダムだ、ダムある、カーブが連続します。わあ、すごい、秋葉ダム、これ秋葉ダムなのかな、すごいねダム大きいね。よいしょ、
すごい。わあ、なんだこのトンネル、すごい。これ絶対夜とか通りたくないな。これ怖いやつじゃん。暗いし長いし、これ絶対嫌なやつじゃん、夕方とか夜。はーい。うわー、やっぱダム湖って綺麗だ、青くて。ほら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 、ほら、うわ天気いい、マジ秋のツーリング日和だこれ。あとはね、岐阜の方がで綺麗なもみじが見れたらもう最高。わすごいな、この吊り橋絶対渡りたくない。わーすごーい、これいいじゃん、めっちゃいい道や、楽しい。これこれよ、これこれぞまさしくツーリングですよ。いやもうマジでね、その北海道旅の達成感が大きすぎて、もう帰ってきてからしばらく放心状態だったから、なんかもうね、しばらく本当にバイク乗る気がしなくて、どんだけ週末とかね、どんだけ晴れてでもバイク乗りたいっていう気持ちにならなかったんだよね、しばらく。もう本当に、ね、北海道の思い出が強烈すぎて、これが北海道ロスというやつかみたいな感じでね、燃え尽きてたんだけど、やっぱりこうやってね、気持ちいい道を青空の下で走ると最高ですね。ようやく燃え尽き症候群から脱出した。これまだ静岡県かな、そうだよねきっと、静岡県、まだ静岡県かな。473号線およそ300メートル先左方向です。その先およそ100メートルで左方向です。左方向です、左方向です。あ、これかで、およそ100メートル先左方向です。これか。わ、なんかすごいぞ、狭いぞ、大丈夫これ。狭いっていうか、まあ、カブだったら大丈夫だけど、ダンプとか来ると怖くね。よいしょ。わあ、何これ楽しい。わあ、何これ楽しいじゃん、マジで最高じゃないですか。車も人も何もいないんだけど、すげえ、何これ、何も車いない、めっちゃ気持ちいいんだけど。最高だこれ。何だろう、何線、国道473。なんだ、大丈夫、あれ通行止めじゃないよね。え、これ何、え、通行止め、え、この先行けないですか。そうなんだ、どうしたらいいんだろう、どこ行きたいの、どこだろう、岐阜まで抜けたかったんだけど。それも、わかりました、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。わお、通行止めだった。はい、ということで大幅なタイムロスでございます。予定してたルートが全面通行止めで、なんかね、おじさんが迂回ルート教えてくれたんだけど、すごく丁寧に教えてくれたんだけど、全然意味わかんなくて、ということでね、急遽ルート変更ちょっとしております。いや参った、今日郡上八幡までたどり着けるのだろうか。お家を出てもう4時間経ってるけど、まだ静岡県にいる。しかもね、ツーリングサポーターがね、あーとととと
どうやったってね、その通行止めのルートを通らせるルートしか作れなくて、今ね急遽 Google ナビに変更した。さあ無事たどり着けるのでしょうか。とそこが通行止めじゃなかったら、そのすぐ先にガソリンスタンドでガソリン入れるはずだったから、ぐるぐる走り回ってるうちにね、みるみるうちにまたねガソリンメーター赤線切ってきて、慌てて今ガソリンスタンドを検索して、幸いねすぐのところにあったから助かったんだけど、まあこれもう北海道とかだったらもう死んでるやつじゃんねこれいや参ったよ、まさかの通行止め。さすがにそういうのはねバイクナビじゃ分かんないのかな。何回ねリルートしようと思ってもね、そっちに必ず行かそうとするんだよね。でようやく今 Google マップで元とはね違うルートを今進んでおります。よいしょ、これは長野県の方に入っちゃうんじゃないかな。まあでもガソリンも満タンだし、とりあえずいいツーリング気分で。いやまさかの全面通行止めね、なんか手前にね全面通行、佐久間で全面通行止めって書いてあって、佐久間時間帯通行、時間帯通行止め、あの佐久間を通るのは分かってたから、その看板見たんだけど、なんかね1時からって書いてあったから、その看板にはまだ昼前だし大丈夫でしょなんて思って行ったら、通行止めですみたいなあれもしかして1時から通れるとかそういうことなのかな、よく分かんないけど、よく見てちゃんと見てなかったっていうか、ちゃんと見たつもりだったんだけどね。これ何、大丈夫、まさかここ通行止めじゃないよね。あーびっくりした、もう怖い、山の道は怖い。ナビに完全に頼ってきてるからね、地図とかも何も持ってきてないし、多分ね地図見たところでねよくわかんないしね、焦るねああいうの。まあ何が起きるかわからないから旅なんだって、水曜どうでしょうでも言ってたし、そうなのです。いやマジで今日ね宿とか予約してなかったらもうね萎えて帰っちゃうところだったけど、幸いというのか不幸にもというのかわかんないけど、今回に限ってね前もって宿を予約してあるから、キャンセル料かかっちゃうし、なんとかしてたどり着かなきゃっていうね。だけどもう時期的にも結構夕方早く日が落ちるだろうからね、明るいうちに着けんのかなこれ。まだ静岡にいるんだけど、私今日郡上八幡まで行きたいんだけど、で今日ねちょっとお昼に行きたいところがあって、お昼にねちょっと岐阜の満腹亭さんっていうご飯屋さんに行きたいんだけど、そこがね2時までなんだよね営業時間が。で一応昨日のうちに明日お伺いしますって、これ行けんの、行ける連絡してあって、まあちょっとぐらい遅れてもいいですよって言ってくれたんだけど、大幅に遅れそうなんだけど大丈夫かな、後で連絡してみよう。南信濃、やっぱり長野に行っちゃうじゃんこれね、長野の方回っていくってことなのかな。まあとにかく佐久間が通れなかったからもうねどうしようもないよね、飯田の方に向かっていくってことだ。大丈夫、通行止めとか言わないよね、通行注意、もうやだよ通行止め、ここまで来て通行止めなんつったら私はどうしたらいいんだ、もう持ち帰っちゃうよこれ。まあでもね面白い楽しい道だからいいけど、寒くなってきたよこれ。いやマジハードル高いな岐阜行くの。まあ佐久間が通行止めだっただけだけど、私は果たして正しい方向に向かってんのかちょっとよくわかんないけど、まあいいでしょう。あほらちょっと紅葉してるよ、ほらちょっとだけ。